自分自身一番勉強するときに使ってた辞書はすごいいっぱい載ってるんで、非常にマニアックな単語とかですね、引く場合とか特に固有名詞とかで、まあ、どうしてもやっぱ語源勉強したいっていう人になると、さあでは始まりました、もてっチャンネル。さあ今回はですね、トイック満点講師ボリテツおすすめの辞書という形ですね、英語系の辞書を紹介していきたいと思います。で、僕自身は iPad で全て検索しています。もう電子辞書はずっと持ってないですね。どう考えたってアプリでやった方が山ほど追加することができますから便利です。まあ僕自身はもう全部ほぼほぼこのアプリの中に入れてて、しかも一つのアプリで複数の辞書ブワーッと検索できるやつがあるんで、まあ物書き堂ってとこは出してるやつですけど、そこの中に大量の辞書を入れてるって感じですね。まあ辞書自体はコレクションで言うとこんだけ入ってるので、英語だけじゃなくていろんな言語のが入ってるんですけど、でじゃあその中で私が皆様におすすめするのはどれなのかっていうのを紹介していきたいと思いますね。そして自分の好みっていうのとその辞書の違いっていうのを説明しますね。でまず自分はこのですね、引く順番で並べています。まあコンプライっていうので引いたとしたら、まあこんな感じでね、たくさん出てくるわけですね。これが英和辞典のサーチになりますね。で自分自身がよく使うのがこのランダムハウスってやつので、一番上に順序で置いてます。でランダムハウスは何がいいのかっていうと、語源が非常に詳しい。はい、ここに書いてあるようにこのね、満たすから来てるんですよ。私の授業チャンネルのね、こう20円。もうすでにこれの語源については説明しているんですけど、語源がすごく詳しく出てます。もちろんね、発音も見れるし、音声も流すことができますね。でも、やっぱりね、多くの学生たちはですね、ジーニアス使ってることが多いので、なので2番目にジーニアス置いてます。で、ジーニアスの方が結構ね、詳しく説明されてることが多いんですよ。まあ今回はそんなに変わらないですけど、まあさっきの範囲語は載ってましたけど、今回は類語が載ってたりとか、あとはですね、見やすいことが多いですね、ジーニアス。の方が。ただ先ほどのように語源は載ってないんですよね。で3つ目が新英和大辞典ってやつですね。これは音声ついてないんで、押して出てくる音声が載ってないので、まあ一応語源とかもね載ってはいるんですけど、まあそこまで見やすくはないって感じかな。そう、自分自身こういう風に様々な例文が見たいので、なんでいろんな辞書で見る。ですごく使いやすいのがこのですね、オックスフォードの類語辞典入れてるので、この全体のが写ってるところにほら、 follow とか comply obey とかですね、 act on adhere to とかですね、 abide by とか、まあこれトイックとかに重要ですけど、こういう風に乗っかってくれてるので、これでパッと見れる。でさらにまあ人によってはウィズダム使ってたりオーレックス使ってたりする人いるんで、一応入れてあります。上に載ってる辞書たちであんまりいい例文ないなと思ったらこれらを見ることもあります。あんまりエースクラウンは見ないですけどね。一番下のあのウィズダムは1個前の版なんで、最新版の持ってるのでいらないって感じですね。で途中にあるリーダーズ、リーダーズプラスっていうのは説明はそんなにないんですよ。だから今回も例文ないですね、これね。例文は載ってないんですけど、ただ単語はすっごいいっぱい載ってるんで、だから非常にマニアックな単語とかですね、引く場合とか、特に固有名詞とかでやると、ランダムハウスとリーダーズしか出てこないっていうことが多いですね。すごい太いんですよ、辞書的に。例えば何でもいいんですけど、メンデレーエフとかってやると、新英和大辞典とリーダーズしか出てこないですよね。大体このリーダーズか新英和大辞って、うん、ランダムハウス、この3つしか載ってないみたいな単語が非常に多い。で、ただ、自分自身一番勉強するときに使ってた辞書はこれじゃなくてですね、ジーニアス英和大辞典なんですよ。残念ながらこの物書き堂の中にですね、ジーニアス英和大辞典は入っていないので、なので別検索しなきゃいけないですね、僕自身は。で、ジーニアス英和大辞典だと、一番最初に語源が載っててくれるんですよ。で、しかもこのね、仲間をね、たくさん載っけてくれたりするので、一番勉強になりました、自分自身は。例えば、自分の授業チャンネルでまた出してるね、他の単語としてシミラーなんていうのがあるんですけど、こんな感じでアシミレイトとかファクシミレイトとか、シミレイト、そんな単語ある？シミュレイトじゃなくて、え、これまさか偶然、え、偶然誤植見つけたとか、え、なんでまあこんな感じで見れるわけですよ。他には研究者の英和中辞典、和英中辞典があったりとか、ロイヤル英文法置いてるし、英和活用大辞典ですね。これね、使い方を教えてくれるやつですよね。まあコンプライだったらもうウィズしか出てこないと思うんですけど、すごいいっぱい出てきた。意外と副詞
副詞とだったらどう使うとかですね。で、前置詞だったらモビーズですね、明らかに。はい。こういうのとよく使いますよっていうふうに一緒に使われる語句を言ってくれるやつですね。まあ、コロケーションですね。で、こう、ビルドのアメリカンディクショナリーとか、ロングマンね、そうそうそう、詳しく知りたい人はロングマンとかって結構言ったりするので、ロングマンも入れてるし、あとは、レファレンセス、このカテゴリーの中には、ロングマンだとビジネスイングリッシュとか、フレイザルバーブスとか、アクティベーターシソーラスとかですね。ね、そう、ケンブリッジアドバンスラーナーズディクショナリー、これ使えなくなっちゃってますけども、ケンブリッジはね、情報量が少ないんで、ロングマンすごい情報量が多いって感じです。アメリカ人は辞書といえばネイティブはウェブスターなんで、こういう風にウェブスターが入ってたりとか、あと語源ですね。オックスフォードエティモロジーっていうのが入ったりしてますね。で、だから一般的に勉強する学習者には、別にジーニアスとか、オーレックスとか、ウィズダム、この辺がやっぱり使いやすいし見やすいですね。トイックとかでも重要になってくるときに言い換えっていうのが、それがシソーラスとか類語辞典とかっていうので見たりとか、で、使い方っていうのをコロケーションですね、っていうので見たりするっていう感じですね。まあ、どうしてもやっぱ語源勉強したいっていう人になると、ジーニアスの英和大辞典だったりとか、ランダムハウスっていうのがあった方がいいって感じです。他にも AA 辞典で見ることができますね。で、先ほどロングマンがあったりとか、ロングマンいっぱい情報が載ってたりとか、ケンブリッジはすごい情報が少ないけど、すぐにコロケーションがわかるとかっていうのがあったりするんですが、この物書き堂の全部のセットの中には、オックスフォードの、まあ、最新のやつと前のやつが入ってるし、2個目のコリンズのディクショナリーは、これ、シソーラスも入ってるので、類語もちゃんと出してくれる。で、さらには普通のコリンズも入ってますね。コリンズのディクショナリーも入れてるし、で、3つ目にコービルド入れてるんで、コービルドの、で、オックスフォードのシソーラスが入ってるので、これはクリックしないでも、ここの検索画面だけで見ることができるっていうのがあるので、まあ、これがこの類語辞典たち入れておくと利点ですね。ここの辞典でも見れる。で、同じオックスフォードなんで、さっきの英和のところにも載ってたんで、だから AA で見ても英和で見ても調べられるって感じです。まあ、あんまり必要性は感じないけど、一応、オックスフォードのアカデミックディクショナリー入れたりとか、中国語見れるやつとか日本語見れるやつっていうのも入ってますが、まずほぼほぼ使わないです。使うことは全然ないです。あ、もちろんこれ和英も入ってますんで、ジーニアスも入ってるし、オーレックスも入ってるし、和英は従うで引いてみましょうか。あ、そうそう、ちなみに和英で引いてもこういう風に、あの類語辞典とかコロケーション辞典ですね、発動してくれますのですごく便利なんです。で、和英としてはジーニアスが入ってて、ウィズダムもオーレックスも入ってて、エースクラウンも入ってますね。やっぱジーニアスすごい詳しいですね、和英もね。で、ただまあ一応和英辞典だけじゃなくて、その和英辞典で引いた英単語も英和辞典とか英辞典で引くことをお勧めしますね。そうすると使い方がちゃんとわかるってこと多いですからね。ただただ和英辞典だけで引いて英語書いたら間違いばっかりになります。まあこれも授業チャンネル見てください。英作文の添削やってますけど、やっぱりそのまま引いたらめちゃくちゃな英語になっちゃうっていうのはね、非常によくあることですね。ほとんど使うのは語源調べるとき、で、使い方調べるときに様々なディクショナリーを横断してみる、言い換え表現がパッと見れるようにしてるっていう感じですね。まあ、どれがいいかは比べてみるといいですね。まあ、どっか書店にあるんだったら書店に行ってですね、説明の違いとかって、ね、こういう説明が載ってる辞書なんだとかっていうのが分かるといいですね。分かってそれで選べばいいと思います。そんなに気にする必要はないと思いますね。英辞典は難しいですよ。英辞典のおかげですごい英語伸びたって人いっぱいいるんですけど、英辞典に書いてある内容が分かってからにしてくださいね。これが大事になります。こんな感じでね、やっぱね、辞書こう飛べるね、ジャンプ機能あると、まあ電子辞書にもついてると思いますけど、非常に便利ですよね。まあ、分かんないです。今の電子辞書は簡単に追加できるのか分かんないですけど、まあ、やっぱりアプリだったらいくらでも新たな辞書追加できるので、でこうして使ってるって感じですね。すごく便利ですし、ぜひ学習に役立ててみてはいかがでしょうか。まあ高いですけどね、はっきり言ってやっぱ分厚いもの、リーダーズとかランダムハウスなど非常に高いんですけども、はい、自分としてはやっぱりそういうところはちゃんとお金をかけていくっていうタイプなんで、はい、使っております。はい、こういった感じですね。皆様の勉強に合わせてぜひぜひ辞書はお選びください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.